Beyond Australia welcomes you to this Japanese language broadcast. お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。尾崎和夫です。今日は母の日ですね。そこで今日はNHK ラジオ第一放送に出演した時の久子の声をお聞きいただきましょう。1978年 BCL ブームの最中に NHK で収録したものです。 NHK の国際放送受信室に呼ばれて、そこでインタビューを受けました。ちょうどアンデスの声の放送時間で周波数 9.715MHz、 31メーターバンドでマリンバ演奏によるオープニングの桜桜が始まっていました。なんとアンデスの声、遥か海を越えて、実は今日はこの NHK の外国放送受信室のところにこのアンデスの声の、まあ、ご本人ね、尾崎和夫さんと久子さんご夫妻に来ていただきます。どうもよろしくお願いします。聞こえてきましたね。まあ、この部屋はちょうどこのカウンターがあってですね、飛行場のこの発着ランプのように、受信機が20台あって、これが時間が来るとその放送向けにパッと電気がついてですね、受信機が動き出したという仕組みで、今8時半日本時間で夜の8時半でアンデスの声が聞こえてきたと。どうですかここで聞くと、ねえ、1万5000キロの彼方からこのようにスーッと入ってくるんですからね、電波というのは不思議なものですね。で、尾崎さんは今はお休みで日本に来ていらっしゃるということですね。4年向こうで仕事しますと1年休暇が出ますので、帰ってまいりまして、去年の8月の10日に帰ったんですが、4月いっぱいいまして向こうに戻る予定でおります。もちろん日本にいてもじゃあ自宅でこの放送は聞いてらっしゃるわけですよね。やはり私の責任ですからね、ずっと聞いております。今日なんかもね、入ってこなかったらどうしようかと思ってたんですけれども時間通りピシャリ入ってまいりまして安心いたしました。これは現地時間というと何時になりますか。朝の6時半ですね。6時半、はい。で、日本にこうして送ってきて、で、今日は日本語放送これから送るということですが、火曜日ですが、何があるんですか。火曜日はエクアドルのフォルクローレといいまして、向こうの民謡を中心にですね、音楽番組を15分間まず初めに組んでおります。で、それは曜日によってんじゃいろいろ違うんですか。月曜日はこのテーマにも演奏されておりましたマリンバの演奏で15分間、そして水曜日はこちら HCJB でいただいたリスナーからのお便りやリクエスト曲、木曜日がアンデス衝撃
貴重で、今あのシーズン動物記を連続でやってると思います。それからあの金曜日はオーナーアミーゴスと言いましてね、友達諸君こんにちはというタイトルで、あのエクアドルの様々を手紙形式であの紹介する番組。それ土曜日はあの今週のトピックと言いまして、これはあの、まあ、その1週間に起こった出来事を録音構成番組にしたり、それからあのエクアドルに来られた方のインタビュー番組、そういったものを組んでおります。で日曜日はあのキリスト教の放送局ですから、あの礼拝形式にしまして、ラジオ日曜礼拝という番組を組んでおります。これは日本語向けですね。で、あとその他にはどういう、あの南米向けの場合はですね、これは南米各地にも散在していらっしゃる日系人のために、ふるさとの香りと心の糧をということで、あのむしろ日本のことをたくさん皆さん知りたいと思うんですね。ですから NHK のニュースなども毎日向こうでキャッチしまして、それを今日の日本の出来事ということで、紹介し、そしていただいたお便りを中心にいろんな話題をですね、皆さんに、まあ、情報交換のような形で放送する。それから日本のメロディーももちろん書けますしね、それからあの、まあ、聖書からのメッセージを心の糧としてお届けするという、そういう番組を組んでおります。南米向けは、何分になるわけですか。南米向けが、はい、ブラジル時間で夕方の7時から8時まで、はい、そして30分お休みして8時半から9時までの1時間半あります。ああ、そうです。それを例えば放送局というとですね、私たちはいろいろこう大きな仕組みですね、まあ、記者もいればアナウンサーもいれば、まあ、技術の人もいればっていうことなんですが、尾崎さんたちの言ってる放送局ってどんな放送局なんですか。みんなそういう放送局で大所帯ですから、各国から集まったあの宣教師の方が200人いて、世界17カ国で全世界対象にあの放送しております。ですからあの所帯は大きいんです。でその中にあるあの放送局の設備といいますと、まあ、スタジオがあって、そして送信所がありましてね、さらにあのアンデス の山奥にはパパヤタの水力発電所がありましてね、でそこの、まあ、水力を、まあ、十分に供給するためにロレット湖という湖があって、そこは貯水湖になってますから、だからそういうふうに貯水湖があって水力発電所があって送信所があってスタジオがあるというかなりあの大規模なあの設備を持っております。ですからその中に働いている人たちも宣教師200人、現地の人200人で、それで、まあ、日本語の番組となりますと、今度はそういうスタッフの方の放送の方では番組の方では手を借りることができないものですから、はい、もういる日本人だけでありとあらゆることをやっております。いる日本人ってのはどのくらいいるんですか。あの放送局には私たちがいる間は、まあ、私たちだけ、はいはい、そしてあの事務関係にあの移住者のお嬢さんが一人、はい、そしてあのもう一人日本から帰ってくる半年くらい前ですか、手伝いに来てくださいましたけども、はい、それだけでやっていました。ですからあの放送 の実際的な面は、まあ、二人でやっていたという奥さんはあのもともとそういう放送の仕事やなんかはどうなったんですか。全然経験ありませんです。ですから、ええ、主婦業専門でね、ええ、行ったつもりだったんですけれども、ええ、最初はそのつもりでしたけどもね、まあ、男だけの声じゃ寂しいからっていうので、あの出させられまして、ええ、初めはもうスクリプト読むだけでね、ええ、いっぱいでしたけど、それからまあだんだんねそれだけじゃしょうがないっていうので、私の本棚式に本読んだり、まあドラマの中でナレーターしたり、まあそういう方面と、それとまあ返信ですね、聴者からの返事、それがあの 3,4 年前からの BCL ブームっていうのが起きまして、月平均5000通日本からだけ来ました、はい、それ全部やはりあの受信賞のカードを送るためにね、もうそれに大変忙しい思いました。初めのじゃあ予想とは違った向こうに当たってしまったわけですね。全然初めはそれはやっぱりキリスト、さっきの話キリスト教の関係の仕事で、これはやっぱりその放送もそういうキリスト教の仕事の一つとして尾崎さんのところに来たってことなんですか。私進学校出ましてね、東京の太平洋放送協会というところのスタッフだったわけです。そこはあのクリスチャン の放送番組を作るところなんですが、それで南米各地に、まあ、ブラジルだけで7
76万という日系人の方がいらして各地に存在していらっしゃる。でこういう方たちにキリスト教のメッセージを伝えたいということで、理事長の羽鳥明先生が南米お参りになった時にエクアドルにお入りになったら、そこにキリスト教放送局が昭和6年に既にできてて全世界でよく聞こえていると。それじゃあ南米向けに日本語で放送させてくれないか、じゃあ放送させてあげようということで話がまとまりましてね。で私たち太平洋教会でテープを向こうに送って放送してもらったんです。ところがですね、そのテープが逆に回って放送されたんだけれども、逆に回ったってことは、逆に音が出るわけですね。で言葉がわからない、聞いた人はですね、それが日本語だろうと思って聞くわけですから。でたまたま日本に元いた宣教師の方がそれを聞いていらしてですね、それが逆に回ってる、それ日本語じゃないってことで、それが分かった時はもう後の祭りですから。で日本語でこの手紙が局に来てもそれを読める人がいないから、テープだけじゃダメだ、人間をよこしてくれという要請があったわけですね。行った時は太陽祖教会からテープが来ればそれは逆に回らないようにかければいいと思ってたんですね。で短波そのものもどのくらい聞こえるかってことはあまり私も知識なかったわけです。放送局があって聞こえるっていうから、やってみようかぐらいのつもりで行ったわけですね。ところが私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに示すという、これ聖書の言葉なんですけれども、そういう神様がいらしてそういうことを神様がしてくださるんだという信仰だけはあったわけです。ですからそれを頼りに行って放送を始めたところがですね、よく聞こえる、ぜひ続けてくれというような手紙が殺到したわけです。そこは本気でやらなきゃいけないなと思ったところが、テープはこんな日本から来ない、でどうしても何かやらなきゃいけない、時間を与えてもらったもののテープはないわけですからね。で周り見たらみんな宣教師の方個人のスタジオ入ってやってらっしゃるんです。しょうがありませんから、私はスクリプト書いたことがある、プロデュースしたことがあるんだけれども、アナウンスしたことなかったわけですね。でもしょうがないですから、テープが来なければっていうので私入りまして、そして言葉だけじゃいけない、じゃあ家内も一緒にやろうってことで二人でですね、幸せ書きながら、最初の4年間は過ごしたわけです。でそのことを日本大使館の大使がお聞きになりまして、じゃあ自分が手紙書いてやろうっていうんで NHK さんに手紙を書いてくださって、第一期の4年の仕事が終わって帰った時に、この国際局でいろいろ研修を受けて、また中央研修でも一通り勉強させてもらいましてね、それで第2期にこれ行ったわけです。どんなところが一番苦労された点ですか？もう苦労と言いますかね、一つ一つ自分で新しいことを、これもやらなきゃいけない、あれもやらなきゃいけないっていうことで、こう無我夢中でやっていったっていうことですね。研修を受けてもですね、分かったことはいかに自分に力がないかってことがあるんですから、あとは自分でやらなきゃしょうがありませんから。奥さんは研修は受けないでしょ？全然受けない。私は本当に絞られました。でオペレーターも時々休んじゃいますからね、やっぱりミクシーにも仕込まれまして、主人の喋りをやはり録音する、そういうことまでやっぱり機械の方までやらなくちゃならなかったわけです。でインタビューですと、スタジオへ入っちゃいますね、主人とお客ですから、私がコントロールームで録音するわけです。ですから本当にね、いろんなことを経験させられました。全国2人でやったから。そうですね、お互いに怒られたり怒ったりしながら、やはり聞いてる方がいらっしゃるってことですからね、私たちも何とかしていい番組を、みんなに聞いてもらえる番組をっていう気持ちが、同じ気持ちがありましたから、そのことにおいては一致してましたからね。辛い思いもありましたけれども、何とか今日まで続けられたんだと思います。泣いても日本には帰れませんからね、一人ではもう辛かったですよ。奥様は向こうでこう今度はね、主婦として暮らしになってみて、日本とはどういう点が一番こう違ったり、あれ驚いたり。やはり食事ですね、日本の食事っていうも食事っていうんでしょうか、日本的なものが全然ありませんでした。本当に困りましたね。で2度目に行く時はお醤油、醤油味噌ですね、4年分、1斗缶で3斗くらい醤油持ってきました。でお茶だとか、向こうは湿気がありませんので、乾物類をね相当持ってきました。で醤油で日本的な味をつけて食べるっていう。
ご飯はちょうど富士山の8合目ぐらいのところですからね、うん、普通 の、まあ、炊飯鍋では炊けないわけです。ですから圧力鍋を利用して、まあ、日本的にご飯炊くわけです、うん、向こうの人は油ご飯でね食べますけど、それで圧力鍋でご飯を炊いて、それで逆にこう向こうの人は日本人は大変少ないわけですから、はい、日本人の暮らしというのはどうかなって興味を持って近づいてきたっていうこともあるじゃないですか。ああ、そうね。富士は珍しいみたいですね。で、海苔はね、私たち美味しい食べるんですけども、黒い紙って言いますね。あまり海苔は食べないようですね。1年で向こうはいつ頃が一番いいんですか。高原都市で一年中春なんです。ですから四季がありませんで、一年中それこそ四季の花が咲いてるわけですね。夏の花、冬の花、秋の花が咲いては散り咲いては散りしてるわけです。まあその点花は綺麗でした。ただ季節感がないです。今4月ですね。4月ってもう果てってこう考えちゃうわけですね。長い間いれば日本ではなっていうふうに思って、そうです。でもラジオひねってもテレビスイッチ入れても流れてくるのはスペイン語でしょ。で日本の時々映画もやるわけですけども、まあ、時代劇みたいのもスペイン語喋ってるわけですね。ですからもう全然もう感覚が違う。ああ、うん、やっぱりね。でそういうね、言葉の面では奥さんや、まあもちろん尾崎さんは向こうの言葉少しは分かっていられたでしょうけども、どうだったんですか。英語はね、まあなんとか通じるだろうと思って行ったんですけれども、選挙した仲間では英語を使うからいいんですがね、現地としてはやはりスペイン語ですから。で向こうで集中的に5ヶ月間スペイン語の勉強を2人してしたんです。でもうこのくらいだったら大体いいだろうということで日本語放送を開始したわけですから、まあドル縄式にですね、向こうに行って5ヶ月間やったって言ったら本能でやっただけですからね。それから一つ一つをこう失敗しながら勉強していったのは、まあ習慣もね違いますし、もうそれはちょっと戸惑いますね。例えば挨拶するにも必ず握手して挨拶して握手して別れる。でアメリカの方だと抱擁してね、頬にちょっとキスなさるでしょ。それがもう大事、もう戸惑いまして、で右の頬を出すのか左の頬を出すのか、もういつも右左に顔をねこうやるっていうくらい、本当にそういうことから一つ学びとっていました。向こうの人たちの気質は全体的にどうですか。明るいですね。そして大変親切。局の中に入りましてもね、まず朝もう遠くに行っても顔が合うと、うん、声を掛け合うし、近くに寄って握手し合うし、肩をこう抱き合うんですね。ですからそういった目振り手振りといいますか、それはやはり日本人はどうしようか控えめなんですけどもね、しないとなんか向こうで怒ってるっていうふうに思われますから。でちょっとでも自分で考え事にしてましてね、挨拶していかないで過ぎると後から来ましてね、今日はどうしたの、何怒ってたんだ、自分何か悪いことしたのかって言われますからね。だから挨拶なしでは一日が始まらないといったところは言えますね。で陽気だっていうのはやはりなんて言いますか、カラッとしてるお天気ですからね、そういったところも言えると思うんですよ。で雨が降ってもバーッとってパッと止みますから、ですからそういう自然の影響もあるかと思います。まあ毎日がツボ春ですからね。でお母さんたちは、向こうに最初出した時はまだ小さかったんでしょ。まだ小さいでした、ですから全部私と2人事務所に行きますからね、お手伝いさんを雇って子供預けてきましたから、子供たちは全部スペイン語になっちゃいました。で最初の帰国の時は日本に来て、だから全部スペイン語だったんです、で幼稚園に、日本の幼稚園に預けました。で先生が大体の言葉だけを教えてほしいって言うんで、スペイン語と日本語とこうリストを作って先生に渡したんですけど、3ヶ月以内にこう先生よりも子供の方が早く日本語になっちゃいまして、スペイン語を全部忘れて日本語になりましたね。で今度日本に向こうに帰った時はもう全部日本語で向こうの学校に上がりました。ですから先生さようなら、先生お手洗いに行ってきますっていうのは日本語で言ってたわけで
です。やはり3ヶ月したら今度全部英語になる。日本語は全部忘れます。子供本当に早いです。今度はね、帰ってきた時に一番下の子はまた日本の小学校に無理やりに入れましてね、で我慢して日本語を覚えなさいよってやったんです。で初めはね、漢字の書き取りなんて言いますとね、漢字がないんです。で日本語のひらがなは残ってたんですね。ですからひらがなでみんな漢字の書き取りを書くと、先生もちゃんと丸をくれましてね、100点作れるんですから本人喜びましてね、で一つずつ漢字をこう加えていきましてね、でついこの間は漢字のテストがあったんですがね、100点をもらってきて、その同じ先生が持ち上がりでまた担当してらっしゃるんですがね、ゆうじ君よくやったって書いてあるわけです。ですから本人もそういうふうに言われて、そして一生懸命こうやっていくうちに日本語が戻ってくると言いますかね、ある程度やっぱりそういうものが残ってるんですね。で一番上の子は長男はこちらで、今度は長男とそれから長女は中学と高校ですから、日本の学校無理なのでアメリカンスクールに入れてるんです。クリスチャンアカデミージャパンと同じキリスト教の学校がありますんで、そこで英語で教育しております。でついこの間長男が私に言ったんですけれども、今度エクアドルでのアメリカンスクールの学校が終わって、それは高校までありますから、今度アメリカのクリスチャンカレッジを終えると、もう一回日本に帰ってきたい、で日本に帰って日本のことを勉強したいって言ってくれましてね、で嬉しくなりました。それまではね、いっぱいどっちつかずに逃げないこと心配したんですけれども、むしろあっち行ったりこっち行ったりするうちに、その両方の国のいいものを吸収して育とうっていう、そういう気持ちがなんか起こってくるような、そういうものを今見てるんですがね。さてもうその1年の休暇終わって、またですね、今度はこういう声をね向こうから出すわけでしょうけども、どうですか、今度帰ったらこんな放送というようなことで、どんなことを考えてらっしゃいますか。南米の人たちにはこれからもふるさとの香りと心の糧ということで続けたいと思いますし、それから南米をまだ行ったことないんです私、ブラジルの聴取者のところに。ですからぜひリスナー一人一人に会うような計画を実現させたいと思っております。何かこう新しいディスクジョッキーとかですね、朗読とかですね、そういうものをやりたいですね。やはりいろいろ日本の1年の間にいろいろ NHK の番組とかいろいろテレビを見たりして勉強はしております。今ももうみんなの茶もなんかね、聞きながらメモ取っておりますからいいところは全部使わせていただきます。特に家庭の中の考え方とかね、主婦の方のそういうものが分かりませんでしょ。ですから特にそういうのに興味を持って勉強しております。あ、そうです、はい。まあ一つ日本でも聞いてますし、南米の日本人の方も楽しみにしていらっしゃるでしょうから、向こう大変でしょうけども、一つ頑張っていただきたいと思います。さんの声も時々私も国際放送でお伝えしておりますので今日はこの外国放送受信室に、日本語放送アンデスの声をやってらっしゃる小崎和夫さんと久々さんご夫妻いただきましたが、エクアドルの時報が鳴ったところでございますね。ただいまのお話はボイスオブアンデスの尾崎和夫さん、久子さんご夫妻、では佐々木アナウンサーでした。その尾崎さんからお借りしましたエクアドルのレコードから今日は何曲かお聴きいただきましょう。キトーというのは、赤道の国エクアドルの首都、インカ帝国時代からの北の都で、住み着いていたキトー族がなまってキトと呼ばれるようになったそうです。ではコーロ・ボス・アンデスとエクアドル国立管弦楽団の合同演奏で、麗しの我がキト。
立管弦楽団の合同演奏でもう一曲、ロマンスの街我が人。1978年に一時帰国した時の NHK の国際放送受信室でのインタビューをお聞きいただきました。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで皆様ごきげんよう。さようなら。Next Saturday at 1100 UTC or 8 p.m. in Japan on 15565 kHz in the 19 meter band. This is Week Beyond Australia, life-changing radio.